ける4のマスで成り立っているよ。さあかかってきなさい。身の程を知らないようね。王冠マークがあるのは君主カード。水滴の数字はそのカードの君主の HP が0になるとバトルは失敗。剣の数字はそのカードの攻撃力を表。君主の攻撃力のデフォルトは0。これはデッキだよ。ターン開始時、デッキから自動的に1枚のカードが引かれるよ。これは手札。どのバトルでも君主カードを先に出さないといけないの。君主をフィールド上に出そう。フィールド上の青マークは味方ユニット、フィールド上の赤マークは敵ユニット。手札をフィールド上に出そう。忘れるところだった。カードを出すとこれは AP。 君主以外のカードをフィールド。四角の数字はそのカードを出すときにもう一度手札をフィールド上に出そう。今出したのはこのターンで出したヒーローは1ターン後に行動できるよ。 AP が切れてしまったからこのターンを終了しよう。フィールド上のユニットは毎ターン1回の移動と、フィールド上のヒーローをドラッグして、フィールド上のヒーローをドラッグして攻撃しよう。ヒーローカードと君主カードは君主を移動しよう。 AP はターンごとに1ポイント。今2ポイントの AP を持っているから手札にあるリリスを出そう。コスト2のヒーローじゃ何も怖くないわ。私がもっとコストの高いヒーローカードを使って教えてあげる。相手のヒーローカードが強いけど忘れないで。君主どうバトルするか分かったかな。敵の君主を攻撃。負けた。そんな。次はパトリシアを倒したんだって。でも俺の分厚い障壁を突破できるかな。しまった。このまま黙って死を待つしか。そんなことないわ。まだ諦めませんよ。強力な SSR カード、まだチャンス。手札やフィールド上でカードを長押しすると、手札を長押ししてスキル効果を見よう。ドローしたカインをフィールド上に出そう。君を傷つけたくはないんだ。諦めてくれ。私は恐れないわ。さあ行くわよ。カインを移動させてスキルを発動しよう。くっそー。悪魔たちのためなら絶対に負けないぞ。なんですって。カインの攻撃ルートが寸断されてしまったわ。ここまでかしら。諦めないで。まだドロー。どうすればいいか教えてくださる。毎ターン1回 AP を消費してドローできるよ。
初回は 2AP 消費デッキを上にスワイプして魔法カードだ。このマークがあるのは魔法カード。魔法カードは出した魔法カードを長押しでスキルを見よう。危うい状況だったけど、どうやら勝負は決まりそうだわね。大陣を出して敵のアーヒを消滅させよう。カインを移動させて敵の君子を攻撃。あら、フィールド上に何かおかしなものがあるわ。さすが観察力があるね。相手札はセットカードとして、セットカードを出した後、そのセットカードはフィールド上、セットカードは好き。私たちも試してみよう。手札にあるバーバーヤーガを出そう。手札にあるエノック出そう。セットカードは敵を惑わせる一部のスキルセットを使いこなすのはバトルする上でとても重要なの。的確な判断をすると有利になる。表向きのカードは全部消滅しちゃったけど、ただし注意、セットカードに対し自分でセットカードを使うのは面白いけど、敵にセットを使われるのは尺に触るね。2枚のセットカード、さあどっちを攻撃するべきかな。決めた、攻撃。くそ、今のようにセットカードが攻撃を受けるとフリップし、バトルダメージも正常に計算されるよ。でも敵を惑わせることには成功したね。2枚のセットカードのうちステータスが高、攻撃力4のエノクが足止めされた。敵の君子を攻撃できれば勝ちだよ。この時は大胆に一丁。敵のセットカードも移動することができるよ。セットカードをタップして選択。セットカードをフリップするにはセットカードをドラッグして移動しよう。セットカードを選択してタップし、もう一度敵のセットカードに攻撃。よかった、エノクを移動しよう。